ついに、日本政府が、VSL 実装に向けて、実験潜水艦を建造することを閣議決定しました。今回は、VSL 実装と海上自衛隊の原子力潜水艦保有論について見ていきます。原潜の建造費を考えると高額すぎるし、そのスペックが、日本に、本当に必要なのか問題になっています。原潜一隻で、太平洋型が3隻建造できる計算になるんですけど。2021年9月、アメリカ、イギリスの間、新しい安全保障枠組みオーカスに参加したオーストラリアが、同国海軍の次期潜水艦として、攻撃型原子力潜水艦を導入することを発表しました。日本周辺では、すでに原子力潜水艦を保有しているロシアと中国に加えて、北朝鮮と韓国が原潜の保有を目指しているとみられ、日本を取り巻くほとんどの国が原子力潜水艦を保有する可能性が出ています。同年9月に実施された与党自民党の総裁選では、候補4人のうち、河野太郎、高市早苗の2人が、日本も原子力潜水艦の保有を検討すべきという考えを示していたようです。また、11月には、海上自衛隊の通常動力型潜水艦が、アメリカ海軍と南シナ海で、初めて水潜水艦船訓練を行ったことで、今後、日本本土から遠く離れた海域での海自潜水艦の活動が活発になる可能性が示唆されています。こういった情勢下で、中国の強引な海洋進出を牽制し、自由で開かれたインド太平洋の実現を目指して、自衛隊とアメリカ軍との共同訓練及び共同監視活動のために、海自潜水艦を南シナ海へ派遣することが日常的になる可能性が高くなっているという指摘があります。これらの状況を踏まえると、日本においても、長期間の潜航能力に優れている、原潜を保有することへの論議が高まるという見方が広がりつつあります。これまでの日本における、原子力潜水艦保有に関する動きを紹介します。1958年、昭和33年に、通常動力潜水艦の建造実績がある川崎重工業が、原潜建造のコストや建造設備などについて、レポートをまとめていたことが明らかになっています。レポートによると、攻撃型原子力潜水艦1隻の建造には、通常動力型潜水艦10隻分の建造費が必要とされていました。また、海上自衛隊においては、日本周辺で活動する諸外国の潜水艦のほとんどが原潜という状況から、1986年、昭和61年に、比較の攻撃型原子力潜水艦の導入に向けて、検討を始めていたとみられ、アメリカへの非公式な打診を行うなど、水面下で動いていたと囁かれています。2004年、平成16年の防衛計画の大綱策定時には、防衛庁が発信する防衛力のあり方検討会議で、中国が潜水艦戦力の近代化を図るため、原子力潜水艦の建造を急ピッチで進めていることへの対抗手段として、海自の原子力潜水艦保有の可否を検討していたのです。同年12月に防衛大綱を策定するのに合わせて、2001年9月、防衛庁には、防衛力のあり方検討会議が設置されていましたが、その会議で、日本独自の原子力潜水艦保有の可能性が検討されたそうです。そこで検討対象になったのは、潜水艦発射型弾道ミサイルを搭載し、核弾道ミサイルによる抑止が任務となる戦略原子力潜水艦ではなく、艦船攻撃用の攻撃型原子力潜水艦であり、日本による自主開発案やアメリカから既存の攻撃型原子力潜水艦を購入する案が検討されていたと言われます。
この防衛力のあり方検討会議では、原潜を保有することについて、原子力の平和利用を定めた原子力基本法との整合性や、日本独自で潜水艦用の原子炉開発が可能かなどの技術論に加え、実際に海上自衛隊における運用面などにも踏み込んだ議論が行われたとみられています。しかし、結局、16大綱では、潜水艦隊については、通常動力型潜水艦16隻体制、現在は22隻体制を維持することになった決定を受け、その範囲内で攻撃型原子力潜水艦を保有した場合、現状の海事における潜水艦船警戒監視任務に与える影響や、乗員の確保策、訓練方法などに関して、総合的に検討した結果、原潜の導入は時期尚早と判断されていたのです。その後2008年、平成20年、当時の自由民主党の石破農林水産大臣、元防衛長官、防衛大臣が、日本は原子力潜水艦を持つべきであるという論文を発表していましたが、海上自衛隊の原子力潜水艦保有論は下火となっていきました。しかし、2022年、国民民主党の玉木代表が、近年の切迫する安全保障政策に触れ、敵性国家の原子力潜水艦による SLBM 攻撃に対応するには、長期間潜水航行ができない、自衛隊の通常動力型潜水艦では不十分で、諸外国の原子力潜水艦と、同程度の長期間潜航が可能な原子力潜水艦の保有を検討すべきという、自民党よりの意見を述べ、攻撃型原子力潜水艦保有への議論に一石を投じた形になっています。日本が原子力潜水艦を保有することについて、イギリスで毎年出版されている軍事情報年鑑であるジェーン年鑑を発行している。ジェーンズグループの海軍担当専門記者2人への日本の軍事ジャーナリストがインタビューを行いました。その記事が2021年に公表されています。シンガポール在住で国際軍事専門誌ジェーンズネイビーインターナショナルのリズワン・ラフマット氏は、原潜のメリットとして数ヶ月間の長期間潜航可能という点を挙げ、中国の海洋戦略へかなりの不確実性をもたらすことになり、中国が海洋戦略を再考せざるを得なくなると判断、日本にとって有益な兵器になると述べました。日本が独自に原子力潜水艦を建造可能かという質問については、日本はこれまで非核三原則を堅持し、核武装と原潜保有に反対してきたと指摘した上で、日本は原発の原子炉建造経験はあるが、これまでの立場を考えると、兵器や艦船、潜水艦用に核技術を小型化する専門性は持っていない。このため、日本が原潜保有を決めた場合には、海外のパートナー国との協力が必要不可欠になるだろう。大変なチャレンジングであるとの結論でした。もう一人のイギリス在住の海軍専門記者兼アナリストのティム・フィッシュ氏は、日本が攻撃型原子力潜水艦を保有する必要はない。理由は、日本近海の海上安全保障上の脅威となっているのは中国と北朝鮮であって、どの国も日本本土に近いから、と述べています。フィッシュ氏は、日本の通常動力型潜水艦の高性能を評価した上で、日本海、黄海、東シナ海、南シナ海での活動には十分な能力を保有している。さらに、西太平洋、インド太平洋海域での活動にも十分な性能を保持しているとも言っています。そして、オーストラリアが原子力潜水艦保有を検討しているのは、オーカスにおいて、南シナ海などオーストラリア本土の基地から、
遠い海域での活動を求められているためで、日本の海上自衛隊潜水艦は、新型のリチウムイオン電池と長時間潜航可能な非対機依存推進機関によって、日本近海のシーレーン防衛や、中国、北朝鮮の海軍基地や、港の外側などで、長期間にわたって、監視のために存在し続けることができる、海上自衛隊が、今後より、広範囲の海域をカバーするためには、優秀な通常動力型潜水艦を、さらに数多く保有する方が、費用対効果の点からもより価値があると述べました。また、同氏は、日本の原潜建造が、技術的に可能かどうかについては、日本には、原子力潜水艦を建造するための資金も技術もある。アメリカなど運用国のアドバイスは必要と思われるが、近代的な軍艦の設計技術や優れた建造技術を持っている造船業界や優れた設計者とエンジニアたちを支える産業基盤もあり、大型潜水艦を建造するための施設を有する大きな造船所もあるとした上で、日本は国産原潜を設計し建造する能力を持つだけでなく、その気になれば原潜用の原子炉も国内で製造できるだろうと結びました。このように、日本の原子力潜水艦保有について、二人の記者の見方は異なっていますが、日本が原潜を保有することをアメリカは求めるだろうか？という質問については、両記者ともノーと回答しました。アメリカがインド太平洋地域で日本に求める働きは、現状の通常動力型潜水艦で対応可能であることなどが、その理由としています。記者たちの考えるアメリカの言い分は、結局のところ、日本は出しゃばるな、という意味かもしれないと思ってしまうのは筆者だけでしょうか？